東京都では誰もが人生生活をもっと大切にすべきであると考え、ワークライフバランスのワークとライフをあえて逆にしてライフワークバランスを推進してまいります。ライフワークバランスの実現には時間管理を行うなど働き方を見直す取り組みが大きなポイントになります。この取り組みを積極的に推進することで家庭や地域生活などにおいて活力を与えます。変化する時代の中で企業が持続的に成長するためには多様な人材を積極的に活用し生産性の高い働き方を実現することも重要です。仕事の生産性を上げて家族と過ごす時間や自らを高める時間を大切にすることで明日への活力を生み出し東京の持続的な成長を可能とします。昭和40年、育児雑誌の創刊が会社のスタートなんですけれども、雑誌の内容は子供を思う気持ちで溢れてるんですね。それで職場は最初から女性が活躍する場であり、当時から女性も男性も隔てなく働きやすいように取り組んでいたと聞いています。具体的に施策を導入し、より積極的に取り組むきっかけとなりましたのは、次世代育成支援の法律がきっかけだと思います。その次世代法の重点課題の一つに仕事と家庭の両立支援、働き方の見直しってあったと思うんですけれども、行動計画を策定して自分たちの会社も同じように整えていこうとなりました。配偶者の出産前後、1ヶ月以内であれば最長5日、こちら分割しても取れるんですけれども、特別有給扱いとなっていますので基本的には対象者今のところ 100% を取得をしております。短時間勤務につきましては、一応小学校に上がるまでという括りで、最大2時間の、時短を認めさせていただいております。で一応保育園のお迎えとか、そういったのに対応ができるような制度になっておりまして、15分単位で取得できるようになっております。年間、5日間の、定めはありますけれども、お二人であれば10日間取得することができまして、小学校就学前までの取得が可能となっております。小学校に上がってからは、繰り上げ繰り下げ勤務という制度がありまして、こちら小学校6年生まで適用となっております。最大1時間という単位で、15分単位で、刻むことができますので、それぞれ生活に応じて、自分で取得していただけるようになっています。弊社ではやはりイベントごとというのは子育てをしている社員を中心に企画しておりまして、ランチ会を定期的に行わせていただきまして、その中では部門間とかあと個人間でのコミュニケーションが豊かになりましたと。でそれによって風通しも良くなって業務も円滑に回るようになったというお話も聞いております。それ以外にも子どもを育てている親御さんをですね大切にするという気遣い、そこら辺ちょっと企業としても考えている部分で、出産お祝い金として20万円支給をさせていただいているのと、あとは各月のですね給料の中で子ども手当というものを一子に対して5000円というのを加算させていただいています。一応18歳までという規定で支給をさせていただいております。休業中は会社から弊社の育児情報誌の方を自宅まで送付いただきました。その育児のサポートはもちろん会社とのつながりもとても感じられました。であとはですね、会議の各種議事録なんかを自宅でも見られるように環境を設定していただきまして、で
それを拝見させていただく中で会社の方向性ですとか同僚が頑張っている姿などが分かって励まされて安心して休業期間を過ごすことができました。もう復帰当初は本当に1週間に1度必ず保育園から呼び出されてしまって、で私も本当にどうしようかと今後この仕事を続けていけるかどうかとても不安になったんですけれども、やっぱりどうしても子供を病院に連れてから出社するとなると丸1日ではなくて半日午前中だけお休みできるというのがとてもありがたかったです。で、またその保育園から呼び出しがあるのがだいたい3時とか4時とかぐらいに呼び出されるので、本当は朝から出社していても1日休まなければいけないところを半休という扱いになるので本当に助かりました。9時15分から4時45分までの勤務とさせていただいております。で短縮だけでなくて私の場合前倒しというところもありまして、通常だと9時半からなんですけれどもそれを15分前倒しにさせていただいてます。やっぱりお迎えがありますので後ろの時間が決まってしまうので、少しでも朝早く出社してその勤務時間を伸ばしたいという思いはありまして使わせていただいております。私がですねその休暇を取得したのがちょうどその出産を無事に終えて産院から自宅に戻る前後だったんです。なのでその赤ちゃんを迎える準備というのがですねやっぱり仕事を休むことで専念できましたし、妻からしてみましてもですねやっぱりその私が休暇を取って家にいますので何かその自分がですねやっぱり産後の体調まだ戻ってない時にできないことでも相談しやすかったりとか頼みやすかったみたいなんですね。なので非常に評判は良かったです。でかつですねやっぱりその会社の方で休暇を取得をですね推進してくれますと社員の家族のことを会社が応援してくれてるというような気持ちにもなりますので、復帰した際はもっとやっぱり仕事を頑張ろうっていうモチベーションにつながっていったと思いますので、非常に推進をしてくれることによってやっぱり会社に対しても貢献しようっていう気持ちが高まったと思います。入社する前はその結婚ですとか出産とかに結構ネガティブなイメージというかやっぱりこうやっていけるものなのかなっていうのが結構あったので、やっぱりこの会社に入社をしてやっぱり両立をしている先輩方が非常に多いのと、あと上司の方々の理解が本当にすごくあるので、環境が本当にこう整うことでこんなにも結婚出産にこう前向きになれるというかポジティブになれるもんだなっていうのをすごく実感いたしました。フレックスですとかテレワークというのは目指せばできることかなっていうふうに考えています。生活と仕事の調和が実現した社会とは、一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、人生の各段階に応じて、多様な生き方が選択、実現できる社会。ライフワークバランスを実現し、生活も仕事もさらに充実を。